来る2017年4月1日、私たちの足である日本最大の鉄道会社グループ JR は発足30周年を迎えます。もともと JR は国鉄という国が運営していた鉄道で、古くは1871年明治4年にまで歴史を遡ることができます。一番初めの鉄道路線は新橋横浜間の東海道線であったということは、日本史の授業を通じて皆様の多くがご存知でありましょう。当時の政府の中心人物は西郷隆盛や大久保利通、岩倉具視といったそうそうたるメンバーでありました。外国との戦争にも耐えうる強い国、富国強兵を完成するべく急ピッチで鉄道ネットワークを建造したのです。ところが太平洋戦争敗戦によって、日本はその軍事力をすべて手放すことになりました。軍事施設としての役割を失った鉄道は、我々庶民の足という性格を一層強め、その後の目覚ましい経済成長に伴って楽しみのための旅行、観光文化も根付くようになります。その最中にあった1961年、東京大学旅行研究会のメンバーがある疑問を投げかけます。日本の鉄道の一番長い距離を最短時間で移動したらどれぐらいになるか。ここでは最短時間という点は忘れましょう。日本の鉄道の切符の一番長いルートはどれぐらいになるのでしょうか。皆さんも感覚的に切符を好きな駅から好きな駅まで買うことができるのはご存知だと思います。さらに実は JR の切符は全てオーダーメイドであり、規則に従っていればルートさえも自分で好きに決められるんです。山手線を逆回りしてもいいんです。運賃は距離によって決まりますから、これはタクシーと全く同じなのであります。このようにしてメンバーが求めた 12,146km のルートは当時としては日本最長のものでありました。東大生4名がその英知を結集し、高度な数学的手法でルートを算出したのです。このような JR で最も長い切符は最長片道切符と呼ばれ、これまで究極の鉄道旅行とされてきました。2004年には NHK が42日間連続でこれを用いた旅番組を放送し、最長片道切符への憧れは一層強いものとなりました。しかしこれまではほとんど誰もこの事実に触れてはきませんでしたが、実は最長片道切符を圧倒する真の最長乗車券が存在するのです。 JR の乗車券には主に2種類あります。一つはいつも皆さんが使う片道切符、そしてもう一つが往復切符です。どちらも制度上は1枚の切符になります。もうお分かりでしょう。私は今回最長片道切符の2倍の距離を行く最長往復切符を用いて日本を4ヶ月旅して回ってまいります。その距離は鉄道146年の歴史上最長であり、地球半周分に相当いたします。有効日数112日間は史上初の100日オーバーであります。これより長い乗車券はもう6ヶ月定期ぐらいしか存在しません。途中下車は何回でも自由。日本の自然、文化、その他魅力を隅々まで余すことなく皆様にお目にかけましょう。この記録の樹立によって従来の究極の鉄道旅行はもはや究極ではなくなり、究極の鉄道旅行を求める方々のハードルは私のせいで2倍にまで高くなってしまうことになりました。誠に申し訳ございません。1961年、東大生の旅からすでに半世紀が過ぎ、鉄道の路線図は今や大きく様変わりしております。そのため1億を超える候補ルートの中から新たに自力で最長ルートを割り出さなければなりませんでした。今回横浜国立大学准教授成島康史先生と JR 東海の切符売り場担当であり、私の高校の先輩でもある S 氏のご協力のもと、コンピュータソフト Excel によってルートを求めることができました。誠にありがとうございます。さてこのルートにはいくつかの制限があります。まず JR の路線だけを使うこと。ただし今回1箇所だけ特例として JR 以外の会社線を含めることができ、これはすでに切符のルートの中に組み込まれております。ですから切符としては1枚の切符になっております。次に片道あたり同じ駅を2度通らないこと。同じ駅を2回通ると切符の発売条件を満たさなくなってしまいます。今回の旅としては最長往復切符のルート外に別の切符を買い足して寄り道をすることがありますので、その時は2度以上同じ駅を通ることになります。また東日本大震災および2016年の台風被害によって列車の運転をしていない区間がありますが、 JR との交渉によって切符の購入が認められた区間はルートに含めております。その区間は代行バスや徒歩などで移動することになります。このようにして求めた最長往復ルートは合計で 21,910km。 これは JR 全路線の総合計を 1,000km 以上上回るものです。利用路線は軽く100を超えております。また冒頭に示したように、この動画は鉄道マニア向けに制作したものではありませんが、マニアの皆様にお楽しみいただけるような列車にはたくさん乗車する予定でございますから、どうぞお楽しみに。旅の道中、何日かお休みをいただくことがあります。
私自身は毎日動画を投稿しておりますし、毎日旅を続けておりますが、最長往復切符をほとんど、もしくは全く利用しない日の様子は番外編として同じチャンネルでご紹介いたします。なお、明日の投稿は早速番外編となりますが、やることは今回の旅を基本的に変わりませんから、よろしければご覧ください。また旅の終了後、予算が許せば今回ルートから外れてしまう四国島内のみの最長往復切符を購入し、旅を続ける見込みであります。また沖縄県もフェリー等で訪れておきたいと考えております。皆さん、はじめまして、こんばんは。お前、初登場がこんな真っ暗なところでね、何やってるんだという感じですが、まあ、ご覧ください。後ろには JR 東日本の東京駅丸の内駅舎が見えております。本日から最長往復切符の旅、大体全部で120日、4ヶ月ほど旅してくると思いますけれども、私はスーツと申します。自分に対してですね、あだ名をつけて呼ぶというのは私は本当に嫌いなことでございまして、めったに自分のことを今後ですね、あだ名で呼ぶ、スーツと自分のことを呼ぶことはございませんから、ぜひですね、この機会に皆様も覚えていただければというふうに思います。本日は2017年の3月4日土曜日でございます。今日土曜日ということでね、見ていますと東京駅でございますから、多分卒業式を終えたんでしょうね。その帰りに制服を着て皆さんでディズニーランドに行ったと、まあ、そういう学生、高校生が見えております。私も後で詳しくお話しいたしますが、大学1年なものですからね、去年もじゃあ高校を卒業してじゃあディズニーランドでも行ったんだろうと思うかもしれないけど、まあ残念ながらね、私はディズニーランドとかそういうところにあまり興味がないのでございます。なぜならもうオタクだからですね、オタクだからという以上に理由の説明の必要はおそらく皆さんにもないと思われますが、電車のオタクはですね、電車のことだけ考えて普段生活しているのが普通なのでございます。ところが私はね、観光オタクでもございまして、いろんなところのですね、日本の魅力をまあ割とこの年にしては知っているんではないかと思います。今回のこの動画、多分もう冒頭の説明をお読みいただいた皆様はすでにご存知だと思うんですけれども、そのようなですね、鉄道を使って日本の魅力を皆さんにご存知、知っていただくための、そういうコンセプトでやっておりますから、ぜひその点はですね、皆様もお楽しみにしていただければというふうに思っております。初めの始まりはね、九州なんですね。だからこれから九州まで行くわけです。でしかしね、なんでこんな東京駅にいるんだと、じゃあそしたらさっさとモノレールに乗れと言われそうでございますが、九州まではね、まだ行くんじゃ済まらないというわけです。こう後ろにご覧いただけますでしょうか。旅の一番列車は東京駅の9番線が発車いたします。山陰の出雲市と四国高松駅へ向かいます。寝台特急のサンライズ瀬戸出雲号でございます。そもそもね、視聴者の皆さんはこの寝台特急ってのをご存知なんでしょうかね。夜中に走る電車があるんですね。日本にもまだまだ夜行列車というのは残っているんですが、新幹線ではなくですね、一晩中普通の線路をずっと走っていく、そういう列車がまだ日本には残っているのでございます。どうですか、これがね、皆さんにとって広いか狭いかどうか分かりません。まあ壁の幅はこのぐらいね。これが寝台特急というものでございます。一晩中この列車でね、大阪、そして岡山、もっと遠くまで越えていくことができるんですね。こういう列車、夜も前は昔ずっとたくさん走っていたんですが、今では本当に少ないものになってしまいました。存在を知っている人もね、どん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 減ってきて、なんだあの列車はと、そういうふうにですね、早朝ですとか、それからまあこの時間ですね、つまりこの列車が走っていると、そういう一般の学生とかそういう人のツイートなんかがね、たまに見られることがあります。東京駅の発車でございます。寝台特急サンライズ瀬戸号およびサンライズ出雲号をご利用くださいまして、じゃあ車内放送ね、ずっとさっきからやっててうるさいんですね。でここにスピーカーがあるから、こう塞いで喋っちゃうことにしました。見てください、この浜松町のですね、美しいオフィス街というんですが、まあ、ビルがこのようにあって、あ、なんだかね、素晴らしい美しい景色のように感じなくもないんですが、私生まれも育ちもね、この辺都会でございます。まあ浜松町なんてそんないいところではないけれど、だからね、なんかまあ見ても正直なんとも思わないのでございます。でもこれが知識としてとんでもない光景だということだけは私にも十分分かっていることでございまして、これからですね、日本の国土が 75% 山でございますから、このですね、山ばっかりのこの日本をずっと見てきた後、またこのもうね、先ほどのルートのように東京も何度か回りますので、その時にですね、この東京の景色が私の目と、そして皆様の目にどのように映るかというところは大変楽しみなところでございます。列車は東京駅と横浜駅の間、日本で最も歴史のある区間、先ほどね、ちょっとお話ししたところですね、そこを走行しております。さっきと眺めが違うっていうのはお気づきかもしれないけれど、ここは2階席になりました。1階席と2階席、私の乗ったストロという部屋は、まあ、1個と2個とね、部屋が別個に分かれておりまして、別に何ていうんですか、こう1つの部屋に2つで階があるわけじゃないんですけど、あんな、ね、部屋が映ってる、これはね、さっきコンセントをね、使おうとしたら壊れちゃって、車掌さんに相談したら変えてくれたんです。でもね、まあ面倒かもしれないけど、1階と2階両方味わえてラッキーなものでした。さあどうでしょうか、なんかね、窓の景色が
この旅はね、先ほどからも繰り返し申し上げておりますとおり、日本の、鉄道でぐるぐる回って日本の素晴らしさを鉄道を通して皆様にご紹介しようと、そういうものでございます。またね、もうすでにこの動画をずっと私のシリーズをねご覧になっている方もわかると思うんですけれども、なんかね、私のこの喋り方についていろいろと人気があるそうなんですね。全然わかりませんけど、私はね、別にそういうことを何か意図してこの喋り方をやっているわけでは最初はなかったんですけれども、皆さんもね、なんかこの喋り方とても良い、とても良いみたいな、まあ逆に良くないっていう人もまあ同じぐらいいるけれど、良いっていう人もたくさんいるんですね。だから、じゃあそんなに喋り方が好きなんだったらね、こんなボソボソした喋り方ですけど、そんなんでいいんだなと思って、この何ですか、売りがですね、もう一つ増えたわけでございます。つまり、鉄道でこうぐるっとすごいことをやるというのと、まあ、日本のですね、いろんな観光地ですとか、まあ、私だけが知っているようなところももしかしたらあるかもしれませんが、そういうところを回っていって皆さんにまたいろいろ楽しい思いをしていただく、そしてまたよくわからないけど私のね、この中毒性があるなんていうふうにね、コメントも来ました。そういうよくわからないこの口調をですね、皆様にお楽しみいただく、そういう三通りの三本柱でやっております。ですから鉄道マニアの方がしかね、楽しめないとかそういうことはもう全くないと思うんですよ。現にこれ電車ずっと走ってますけど、まあさっきからね、あんまり電車に関係ないことばっかり話します。そうでもどうぞ。でもね、まあ大学に入ってせっかくね、別のじゃあやることがね、今なくて暇なわけですよ。暇だからじゃあちょっとなんかやってみるかなと思って YouTube でね、ぼちぼち遊んでたら、もう私のチャンネル登録者数が最近も増えてきまして、私がこのように顔出しをして始めたのが11月の大体終わりから12月の頭、そして今始めるまで、今が大体3月の頭です。まあ3ヶ月でチャンネル登録が1500人ぐらい増えたのかな。1500人ってね、まあ多いのか少ないのかちょっとわかんないんですけど、まあまあまあ悪い数字じゃないよなという気もします。まあ月500人増えてるってことだからね、これがまた月1000人ぐらい増えてくれるといいんですけどね。で、そうそうそう、重要なことはね、皆さんにお伝えするの忘れました。これを最初に言わなきゃいけなかったんです。本当は動画の構成をね、こうやってやってると分かると思うんですけど、何も一切考えてないですから、台本も何もないし、私が何を喋るかなってことも、ね、もうこれっぽっちも考えてないに行き当たりばったりなんですけど、私はね、この動画に旅行行くのに関してですね、で持ってる手持ちの金があまりにも少ないということです。まあ金額で言ったら多いのかもしれないけど、まず預金が20万円あります。そして債券が16万円。債券というのはまあこれ人からもらえる金であって、お小遣いとかそれなんじゃなくて人に貸してる金なんですね。で、その16万円は私が人に貸してる金、それがあります。そして、20万円が預金として手元にある。でもですよ、皆さん4ヶ月日本中をぐるぐるとですね旅行するのに、合計で36万円ですか。36万円あってね、4ヶ月日本旅できるわけないでしょ。金がね、絶対的に足りないんですよ。その金どこで補うのって言ったら、この YouTube で補うしかないわけです。で、一応毎日飲まず食わずでいけば、まあギリギリ YouTube に頼らなくても生活できるかなみたいな感じなんですけど、毎日飲まず食わずでいったら死にますから、つまりそれは旅が完遂できないってことなんですね。で、ですから私の普段の生活費、それは全て YouTube からの捻出するとか、そういうことになります。それがうまくいくか分かりませんけども、1日ね、どうだろうね、3000人ぐらい入ってくれば、まあなんとかなりますよね。で、そのレベルですね、もうギリギリでございます。ですからね、もう皆さんにですね、こう皆さんが見てくださるかどうかによって、この私の旅がちゃんとうまくいくか、それもね、だからうまくいかない可能性もあるんですよ。どうですか、皆さんが私のね、この動画を全然見なければ、もうこの動画は全く面白いことはなくなって、すぐにパーとなってしまいますね。多分1ヶ月ぐらい、そしたら私はね、リタイア宣言をすることでしょう。そうならないことを心から願っていますけど、だから、皆さんにぜひともお願いしたいのは、この動画がですね、つまらなくても、つまらないからみんなやめるというふうにですね、なるべく思ってほしくないんですよ。なんですか、嫌なら見るなとかね、よくそういう言葉あるでしょ。嫌だったら見ないでください。私の動画に関してはそういうことは申し上げられません。嫌だったら、私の動画にですね、ここが嫌だからちょっと改善してくださいと、そういうコメントを送ってください。私は改善しますのでね、視聴者をここでですね、逃すわけにはいかないんですよ。皆さんに何とかしてここに留まっていただきたい。ね、なんだって4ヶ月もありますから、4ヶ月もこの動画を見続ける視聴者を獲得するけど、それは大変なことなんですね。わかりますか、そう、頑張ってですね、皆さんにここに留まりいただいて、また、少しずつ動画をですね、まあ、だいぶ皆さんからのコメントで多少前よりもね、改善したというふうに思ってますけど、それでもですね、もっともっと良くする方法はあると思いますので、なるべく動画をですね、改善していきまして、それで、なんとか私のまともなですね、人間的な暮らしをしながらこの旅を完成させたいところであります。というのは、例えばね、まあ、最初のうちは取り崩して名物とか食べるかもしれませんけど、だんだんですね、一日の今日の朝ごはんは、スーパーで買った6枚切りの食パン2枚です。昼ごはんは食パン6枚切りの2枚です。夜ごはんは2枚とかね、そんなめちゃくちゃの生活をする羽目になります。そういうのはもう高校生活の北海道貧乏旅行で十分です。昔の思い出話もね、このすごいところはね、今西に行ってますけど、この旅行の中で北海道にもですね、行きますから、しかも北海道にも2、3週間ぐらい滞在するんだから、ちょっととんでもない、考えられないですね。なんか自分でも恐ろしくなってきます。そういう風な、とんでもない、とてつもない大旅行を今やっている、その、ものすごいですね、始まりの瞬間に、皆様、しかも、もしかしたら今、リアルタイムにご覧になってくださっているかもしれないという、結構ね、すごいことなので、ぜひ皆さんもですね、私の動画を応援して、応援するだけじゃないです。で、応援
のメッセージを送ってくれるのもいいんだけど、私の動画にコメントを送ってもそれは私が喜ぶだけでそれ以上のことはないので、どっちかって言ったらね、そっちはいいので SNS とかにですね共有をしてくれると嬉しいんですね。でなるべく周りの皆さんにですね、口コミをそう広げていただきたいわけでございます。あとね、まあ、ツイッターでちょっとなんとかさんがこの動画を高評価します。うるさいね、うるさい、俺ら ありましたスピーカーを塞いでやればいいですね。そしたら静かになりますからね。で、横浜に到着するわけですけど、ぜひ皆さん SNS での共有をよろしくお願いいたします。なんとかですね、それで SNS で、なるべくこの人はこういうところがいいところだとかそういうことをですね SNS で書いてくれるといいですね。であなたなんとかさんがこれを高評価しましたとかそういうね通知ばっかり来てもちょっとね、それはなんていうんですか、まああんまり他の視聴者っていうか、あなたのタイムラインとかそういうのね、見る人にとって興味を与えるものには多分ならないでしょう。ここでね、皆さんにお願いするので、こんな偉そうにまた喋ってしまうのが私の良くないところなんですけど、何度列車も横浜駅に到着しまして、また私からもここでちょうどお願いが終わるわけでございます。どうか SNS での共有を、それからのチャンネル登録などね、されてない方はぜひともよろしくお願いいたします。列車は横浜に到着です。もう何回言えばいいんだって感じですけど、また明日の朝ですね、岡山駅でお会いいたしましょう。こうですね、またここで明日の朝お会いしましょうとかね、終わりっぽいことを言った後に、あ、じゃあこういうことをやろうかなんて、またね頭の中に考えがポッと浮かんでくるんですね。これがこの動画の良くないところです。一部の個室内を除き、何日かお休みを乱れることがあります。お手洗いは1号車と8号車の後ろより、その他の車は、こんな風にですね、ずっとここから私が喋ってるので、延々と自分の声を聞きながら編集作業を夜通しやるわけでございます。夜行列車、ここにね、ベッドもあって、いつでもこう寝られるわけですが、ここをですね、どうにか我慢して頑張って一晩中編集をするわけです。まあ、一晩中といっても、多分静岡県にね、入るぐらいには寝られるでしょう。では、皆さんおやすみなさい。明日からまたよろしくお願いいたします。はい、眠いですね。やっとですね、こう編集も終わったわけでございます。なんかね、東京駅のシーンとか見てたら雑草もいっぱい映ってますね。皆様申し訳ないです。なるべくですね、そういうところは改善するところでございますが、もうどうしようもないところはどうしようもないので、皆さんもその辺はまあ何ですか、一緒に協力してですね、あ、これはしょうがなかったんだなと思って、見ていただけると幸いでございます。なんて言ってもこのようにね、移動しながらの編集でございますから、もう大変なんですね。もうさっきね、沼津も通過しまして、富士も出ましたんでね、次は静岡駅でございます。あ、本当に出ます。おやすみなさい。